崎山勝の遺産削除する。早せ。データ照合、あれはグランネイドルの本体ネイキッドよ。ではあのファクターは生きていたのか。 D ソイル活性率 370%。 おそらくあいつもマキナ人間。どうやらお前を倒さないと先へは進めないようだな。まずいわね。まったく、なんて数だ。地球人よ、抵抗は無意味だ。この声、サービー。なんだと。抵抗をやめて我々と一つになれ。我々と一つになれ。これが終わったらうまいたこ焼きでも食べに行こな。フランス、ロシアからの音を途絶。アメリカも国連部隊と合流したとの通信も連絡がありません。なんということだ。早瀬浩一、私はずっとお前を観察してきた。加藤久隆があれほどまでお前に期待をかけていた理由、そしてマキナ殺しがお前を選んだその理由。だがついに答えは得られなかった。お前には特筆すべき能力もなく、精神も未熟で取り立てて優れたところは何もない。お前たちは我々に勝てない。戦闘をやめて降伏しろ。お前たちの遺伝子は単独では無価値だが、その多様性はシステムを発展させるために有用となる。それがただ失われるのは無意味だ。ふざけんなね。これ以上命を無駄にするな。まさきの言う通りかもしれねえな。お前裏切る気か。この状況をひっくり返す方法が思いつかねえって言ってんだ。どう考えたってな。そうね、これ以上戦っても結果は同じでしょうね。何言ってんだ、弱気になってんじゃねえよ。我々の目的は地球人の殲滅ではない。したがってこの戦闘の有用性は極めて低いと判断される。全てを一つに、古い価値観を捨て新たな世界を築く時が来たのだ。この進化を受け入れろ。これは自然の流れなのだから。その先には争いも苦悩もない。我々と一つになって永遠の平和を享受せよ。これ以上の犠牲は文字通り無意味だ。嫌だね。何？俺は嫌だ、絶対にな。マキがなんかになってたまるか。俺は人間だ、正義の味方だ。正義とは何だ。お前の正義とは、個人が関与し得る極めて強量な情報空間の保全、すなわち原始的な拡張自我の単純な防衛反応に過ぎない。任意の個体が帰属する社会的システムを防衛し、侵入者を排撃しようとする、その行動は生物学的条件反射に過ぎない。お前の正義とは、この粗雑な構造体を保護する自己本位的行動なのだ。綾瀬浩一。だからなんだ。俺は守りたいから守る、それだけだ。その理由は、その方がかっこいいだろう。お前みたいにグダグダと小賢しい御託を並べるのはかっこ悪いんだよ。まったく、あいつは。浩一くん、やっぱりかっこいいな。ま、確かにかっこ悪いのは嫌だし、早瀬にばっかいいとこ取られてたまるかっての。結局あいつはただの絵描くシーンやったんやね。でもすごく早瀬さんらしいよ。水野、
あの僕ちゃん、本当にいい男になったわね。俺ほどじゃねえがな。んじゃ、もう一度暴れていくか。え？さあ勝負はこれからだぜ、ゴタク野郎。あくまでも人としての死を望むか。ならばお前の守ろうとするものごと消し去ってやろう。想像以上に脆かったな。現実はあなたの想像を凌駕する。綾瀬君、本当の正義の味方になってください。これは、ついに真の姿を現したか。